正面で待ってくれてるんですが、暑いでしょうね。もうちょっと待ってもらいます。もうしばらくお待ちください。そして間もなく発車いたしますが、まず今天井を見ていただきました。一つ目のスリルがこの車庫を出る瞬間、実は壁結構ギリギリなんです。まずはそこから見てください。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。ではラストラン盛大な見送り、また手を振ってください。写真も撮ることができます。またよかったらぜひチャレンジしてみてください。
ください。それではこれより数多くの高架下を通過してまいります。まずは阪神高速道路に続いてハーバーハイウェイ、本当に間近に高架を見ていただくことができます。その様子もお楽しみください。さらに今日は特に天気もいい、休みというせいもあって街の中たくさんの方が歩いていらっしゃいます。結構歩いていらっしゃる方気にしてチラチラ見てくださるんです。その時にはよかったら手を振ってください。怖そうに見えるお兄さんも笑顔で手を振ってくれておりました。せっかくのスカイバスです。恥ずかしがらずにもうどんどんじゃんじゃん手を振ってください。途中歩道橋も歩いている方々も皆さんよく見てくれてますので、手を振って楽しんでください。では左横、海が見えてまいりました。潮風を感じていただけるポイントです。そして間もなくいたしますと、港島トンネル通過いたします。トンネルに入ると向かい風がより強くなります。コースの中で一番迫力のあるポイントです。ジェットコースターに乗っている気分で風をお楽しみください。またよろしければトンネルを通過している時にはジェットコースターに乗っているかのように大きく高く手を上げて頭上間近に迫る迫力をぜひ全身でお楽しみください。これから進んでいきます港島トンネルは1992年に着工、7年の歳月をかけて1999年7月30日に開通となりました。全長は1600メートルです。実はこのトンネル水深12メートルのところに作られている海底トンネルですから迫力を楽しむことができるんです。これから皆様には信号機も通常いつも見上げている道路表示の看板もさらに街灯も街路樹の木々もすぐ真横に見ていただけます。また車を下に見るというのもなかなかないと思います。どうぞその景色をお楽しみください。ではご案内いたしました、港島トンネル、これからスリルポイント2つ目です。本当に手を上げていただくと天井に手が当たってしまいそうな、そんな感覚になるところです。ではスリルが好きなお客様よかったら手を上げて通過してまいります。それではまず下り、そしてトンネル、これがより一層迫力を感じさせてくれております。そして今度は
くボートライナーが通過するときにはまた手を振ってみてください。このボートアイランドは1981年完成いたしました。当時その完成に合わせてボートアイランド博覧会も行われました。もしかしたら行ったという方もいるかもしれませんね。その時多くのお客様を輸送するため作られたのがこの右横の軌道です、ボートライナーです。当時日本初の無人運転システムの乗り物として運行を始めています。現在は三宮から神戸空港をつなぐ手段となっています。またポートアイランドの南側には神戸空港もございます。平成18年2月16日に開港、滑走路2500メートルを持つ空港がございます。レストランに設けられているスカイコートからは飛行機の発着光景を間近に楽しむこともできます。また屋上の展望デッキからは北側に市街地も一望できます。高速船のベイシャトルに乗っていただいたら約30分で関西国際空港にも行くことが可能です。ちょうど今正面ポートライナー通過しているところですね。それでは間もなくすると今度右手前方赤い橋、これから私たちが通ってまいります神戸大橋見えてまいります。神戸大橋からがまた絶景写真ポイントの一つです。正面に見えてきたのは六甲山系です。神戸大橋渡っている時に左横ポートタワー、メリケンパーク、ハーバーランド、観覧車、そして停泊しております大型船を見ていただくことができます。正面に見えてきたのが神戸大橋、長さ319メートルあります。日本初のダブルデッキアーチとして1970年作られました。左手奥側、観覧車があります。観覧車の後ろ側にはアンパンマン子供ミュージアムがあります。観覧車の右横、丸い形のホテルがオリエンタルホテル、白い鉄の棒を組み合わせて船の形に作られている海洋博物館も見えております。今みんなまだ閉まってるでしょ。では大きな橋通過していきます。そして左横にはまた大型船が停泊をしております。そしてこれでもう私たちは街の中へと入ります。さてこれから通過するのは桁下 4.5 メートルポイントです。このバスは高さ 3.6 メートル、それに対してこれから通過するのは 4.5 メートル、ギリギリラインを通過していきます。正面にも看板に桁下 4.5 メートル危ないという看板があります。ここもスリルポイントです。短い国道です。この左横ですね、短い国道です。右横、キー
差点を通過したら左下花時計、花時計の奥子ども本の森神戸、通過したら毎年ルミナリエが行われます東遊園地が見えます。ただルミナリエはコロナの影響で2年間開催はされておりません。さらに正面ちょっと左手より、今手前の高架で隠れているんですけれど、見えている大きな建物が高さ132メートルの神戸市役所1号館です。そして進んでいくと最後に左横、王子動物園ありがとう70周年看板も見えてまいります。通常通過する花時計を見ていただいたら下から見上げるので楕円形に見えているんですが、今日は上から見ていただくので直径6メートル姿そのままの花時計を見ていただきます。その時々に応じた綺麗な花を使って作られている花時計です。花時計の後ろ側が子ども本の森神戸と申し上げました。今年3月25日に作られたばかりの新しい建物です。では順番に通過していきます。まず左手でも花時計、その奥が子ども本の森神戸です。この左横が東遊園地です。そして市役所も見えてまいりました。現在市役所付近一帯工事中となっております。2号館は2022年秋頃、3号館は2027年頃完成の予定です。そして最後に王子動物園の看板が見えてきますよと紹介いたしました。昔から王子動物園で有名なのがパンダとコアラです。昔はパンダ、コウコ、タンタンがいました。現在は2代目タンタンのみとなっています。しかしこのタンタンも実は心臓病を患っているということが分かっております。ですから年内には中国に返還される予定となっております。そのため現在王子動物園ではありがとうタンタンキャンペーンも行っております。ではこれからですが、まず間近に迫る信号機楽しんでください。街路樹も楽しんでください。そして道路標識も楽しんでください。車の様子も下に眺めて楽しんでください。さらに恥ずかしがらずに歩いている方々にどんどん手を振ってください。必ず誰かが振り返してくれます。これが2階建てオープンバスの醍醐味となります。たくさんの方が写真を撮っていらっしゃいますが、なかなかこういう空と建物の景色というのを撮る機会が少ないんですよね。まだまだその風景お楽しみください。では紹介いたしました王子動物園ありがとう70周年看板、左横を見ていただきながら今度左折していきます
まもなくいたしますと、右横、朱色の鳥居が見えてまいります。生田神社の鳥居です。ご参拝いただきますと、延命長寿、縁結び、さまざまなことに効果があります。次の交差点通過時、右、奥川生田神社の鳥居。見えました。そして正面には大丸神戸店が見えてまいりました。はい、この付近も大丸神戸店正面、ちょっと左手より、ここ結構有名な建物ですよ。綺麗に写真が撮っていただけるポイント通過していきます。また正面には元町商店街も見えてまいりました。もう少し近づいたら商店街の人の多さを見てください。やっぱり平面で見てると全然わからないんですが、上から見ていただいたら人の多さ、頭の多さにすごくびっくりされます。その様子も確認なさってください。次の交差点、左に曲がったら一箇所目の停留所です。元町商店街停留所があります。元町商店街、南京町観光に便利なバス停です。では皆様に伺います。元町商店街バス停、下車される方手を挙げてお知らせください。無理や。ではどなたもいらっしゃらないですね。確認いたしました。ありがとうございます。では左上、大丸神戸店、正面が元町商店街、約 1.2 キロの間に300店舗ものお店たち並んでおります。もう正面本当に人が多いのがここで分かりますよね。すごいな。そして左に曲がると今度は右横です。長安門、南京町通過。はい、この右横です。長安門、南京町通過しました。では間もなくすると2カ所目、メリケンパーク停留所になります。ではメリケンパークの停留所、下車されると言われる方いらっしゃいますでしょうか。はい、どなたもなしで確認いたしました。ありがとうございます。ではこれよりメリケンパークへと進んでまいります。メリケン、ちょっと変わった名前です。これはアメリカに由来をしております。昔この場所にはアメリカの領事館がございました。アメリカが実は転じてアメリケン、アメリケンが転じて現在のメリケンになったということです。この公園は神戸港開港120周年を記念して整備された公園。ここもまた見どころ多いところです。さてこれからは左横、ちょっと街路樹の葉っぱスリスリゾーンに入りますので気をつけてください。そしてもうしばらく進んでいくと正面、大きな魚のモニュメントを見えてまいります。フィッシュダンスです。神戸に来い、海に来いという意味を込めて鯉をモチーフにして作られたところです。フィッシュダンスの左横側、東側には震災メモリアルパークがあります。この付近一帯を阪神淡路大震災が襲いました。その時のことを忘れないようにするため、
ひび割れた道路、倒れた街灯など保存加工をしているぽい。あ、右側手を振ってくれてます。そして右側には神戸メリケンビル見えております。これも石造りの重厚な建物として知られております。そしてこれから進んでいくメリケンパーク付近一帯、今イベントを行っておりまして、とにかくたくさんの方がいらっしゃいます。よろしければ恥ずかしがらず、もうどんどん手を振ってください。メリケンパークへと進んでまいります。さて、フィッシュダンスや震災メモリアルパークから南側に進むと海洋博物館、さらに南側に進めば美神戸のモニュメント、右側には現在工事中のポートタワー、先ほど遠くに見ていただいた観覧車、ハーバーランド、モザイク、海へ見えてまいります。これから通っていくのもまた写真スポットの一つとなります。そしてまたこれからたくさんの歩道橋を通過します。先ほどはこのバスに向かって写真を撮っている方もいらっしゃいました。はい、またよろしければ手を振ってください。では正面がフィッシュダンス、
このポートタワー、昨年の9月から工事が始まりました。その当初は全て白い布で覆われていたんです。ところが今年4月29日、この付近一帯を最大風速24メートル、強い風が吹き抜けていきました。その時にこの布が外れてしまいました。現在布取り寄せ中なんです。そして布が届けられたら即また全て布で覆われる予定となっています。当初は布が外れて残念のニュースが流れておりました。でも神戸の方々はやっぱり強いんです。現在は2ヶ月限定のポートタワー、ぜひ見に来てくださいの PR を行っております。もしかしたら次のニュースではまた布に覆われましたというニュースの放送かもしれませんし、このポートタワーも2023年には完成する予定ですので、新たな姿のポートタワーの時に来られるということになるかもしれません。まずは現在のポートタワー、半分が足場、半分が布という限定のポートタワーをご覧になっていただきました。これより国土地方へと進んでまいります。それではこれより私たちが進んでまいりますのは旧居留地です。石造りの重厚な建物、たくさんご覧になっていただきます。これから通ってまいります雨季一帯は1868年神戸港開港以来歴史を刻む一帯で、外国人たちの商館、銀行、外国人クラブが立ち並ぶビジネス街として発展してまいりました。石造りの重厚なビルが数多く建てられたところです。震災では崩れてしまった建物も実際多くございました。しかし震災からも復興、現在でも100近い建物が残っています。現在はその古い建物を利用してカフェ、ブティックなどが点在し、その趣を今に残しております。それではこれからまた町の中へと戻っていきます。遠くに見えている歩道橋などもまたこれからたくさん間近に見ていただけます。よく写真に撮って友人に見てもらうと、どこの川の上の橋と聞かれることがあるんですけれど、実は歩道橋というと結構びっくりされるんです。これからもまだまだいっぱい写真をお撮りください。右横には阪神高速道路の高架、そして正面には改めての歩道橋、ちょっとかわいらしい形をしています。波をイメージして作られているメリケンパーク前の歩道橋です。ちょっとギザギザしているのが特徴です。目には入ってるはずやこれから通過いたします。その旧居留地の中で見ていただける有名な建物が38番館があります。これまた後で見ていただきます。昭和4年に作られた38番館です。さらに町の中には15番館、市立博物館、神戸トンボ玉ミュージアムなどもございます。この15番館は明治時代から唯一残っていた建物でした。これもまた残念ながら震災によって全壊してしまいました。しかし当時の材料を利用して再び作り直されています。重要文化財に指定もされております。現在のこの15番館はレストラントゥースツースとして利用もされております。また市立博物館に関しては昭和57年に開館、ここで有名なものにフランシスコ・ザビエル像があります。あの教科書にもよく載っている
あの像が実はこの市立博物館にございます。でも通常展示されているのはレプリカなんです。年に1回だけ本物を目の前で間近に見ることができます。ただしその特別期間はもう今年は終わってしまいました。春の期間のみ限定で本物展示を行っております。また興味ある方はホームページで調べていただいて改めてお尋ねください。それでは先ほど見ていただきましたメリケンビル、もう一回左横に見ていただきながら進んでまいります。はい、ここもちょっとスリスリポイントでしたね。通過いたしました。それではメリケンパークなどぐるり一周回ってまいりました。そして左手前方に緑色のバス、アンパンマンの描かれているバス見えてるの分かりますか。こちらが1日乗車券で乗り換え可能のシティループというバスです。シティループです。わあ、でもシティループも多くの方乗っていらっしゃいますね。またよかったらでも乗り換えて観光なさってください。暑いね、肩痛い。はい、ではタイミングよくシティループのバスも紹介することができました。さらにこれから進んでいく付近に一帯、特に高級ブランド店が多い地点通過していきます。さらに今年はルイ・ヴィトンの店舗もオープンいたしております。もうブランド好きの方にとってはたまらない通りをこれから通っていきます。またこのような建物が多く残されているため、ウェディングドレスを着て写真撮影をされる方も多くいらっしゃるポイントです。それでは次の交差点左横、おつなか通り通ります。カフェブティックが多く展開をしております。そして次の交差点左横は栄町通りと言います。手前がおつなか、向こう側が栄町通りです。栄町通りは名前の通り栄える町になりますようにと名付けられています。明治43年には市電が開通、銀行、証券会社などが軒を連ね、特に大正から昭和の時代にかけては東洋のウォール街と呼ばれるほど大変にぎやかな通りでした。おつなか通りも栄町通りも実は散策ポイントの一つになります。それでは少し渋滞をしているようですので、ここで神戸の名物を紹介しておきます。神戸には本当にたくさんの名物ございます。日本にバレンタインデーを広めたモロゾフ、またゴンチャロフのチョコレート、ドイツにも負けない味を称賛されましたユーハイムのバームクーヘン、リピーターの多いモンロワールのリーフメモリーというチョコレート、可愛らしいパッケージで有名な神戸フランス、神戸で100年近い歴史を刻むフロインドリーブ、日本にフランスパンを広めたドンク、自慢のデミグラスソースは決め手のビフカツ、ハンシチュ、本当にお土産物、食べどころ多いともかな神戸です。ではこれから旧居留地進んでまいりますが、実はこれから進んでまいります通り、
運転士泣かせの道と言われるポイントです。右折したら、実は道路の幅は広いんですけれど、道路の両側によく乗用車が止まってるんです。ですから両側に車が止まっているその日にはもうこのバス幅ギリギリ、もうゆっくりゆっくりゆっくり行かなければ通過できないということがたびたびございます。さっきも運転さんずいぶん苦労して通過しておりました。なんとか最終便、この便はスッと行ければいいんですけれどね。まだその様子も見てください。申し上げましたとおり、なかなか車をこう下に見るという機会もないと思いますので、その様子も合わせてご覧になってください。それでは次止まる停留所、旧居留地停留所にも近づいてまいりました。皆様にお伺いいたします。旧居留地停留所下車されるという方、手を挙げてお知らせください。それではどなたもいらっしゃらないということで確認いたしました。ありがとうございます。シティループ正面からやってきましたね。そうですね。これのため。では、なんとかなんとか行けそうですね。旧居留地へと入ってまいりました。昭和4年の38番かは左すぐ横です。オレンジ色の旗を掲げている建物が38番館左すぐ横に通過していきます。これがでは38番館を左横に、そしてこの右の街の中に紹介した私立博物館などがあると思ってください。ブランドのお店もいっぱい見えてまいりました。それでは続きまして、京町筋のバス停があります。京町筋、50m、神戸の中でも最も賑やかなショッピングゾーンです。春と秋にはこの通りをランウェイに見立てて行われております。三宮コレクション、サンコレでも知られた通りです。さらに三地下は昭和40年に作られた地下街です。日本の中では東京、大阪、神戸に次いで、東京、大阪、名古屋に次いで4番目です。歩いていただくと坂道が多いため、ついた別名坂のある地下街といいます。三地下は現在リニューアル工事を行っています。
1番街と2番街は今年4月から約3年間休業予定となっています。さて皆様、スカイバス下車された後もうご自宅に帰られるんでしょうか、それともこのまま神戸観光を楽しまれるんでしょうか。